ます。下地康則君。下地康則君。はい、宮古地区選出の会派自民党の下地康則でございます。当局の皆様方においてはですね、県民に分かりやすい答弁をお願いしたいというふうに思っております。まず新型コロナ感染防止対策についてでございますけれども、これまで沖縄県では新型コロナ感染防止にかかる緊急事態宣言およびまん延防止を含めて4回の行動制限が行われてきております。9月24日現在ではですね、療養者数が1878名、そのうち入院中が327名、入院療養調整中が396名、宿泊施設療養中が275人、自宅の療養中が717人、入院勧告解除を確認中が163人となっております。そして、病床占有率がですね、59.9%、重症者用の病床占有率が 40.9% であります。そこで、伺いたいと思います。県としてはですね、現在、このようなコロナの感染状況をですね、どのように捉えているのか、まずお伺いしたいというふうに思います。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、これまでの感染につきましては、第1波から第4波までそれぞれ、拡大がございました。今回の第5波につきましては、デルタ株の蔓延に伴いまして、これまでに経験のない急拡大をしたものと考えております。しかしながら、1日の最高の新規感染者数が800を超えた時期もございましたが、今現在は少しずつ減少しておりまして、減少傾向にあるものというふうに認識しております。下地康則君。当局の見解ではですね、県外から来る人数も減っており、県外の流行も収まりつつあるため、飲食関係の感染が減少してきたと分析しているというふうな報道もございました。これはピークアウトをしているということを判断をしているのでしょうか、伺います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、先ほど申し上げましたとおり、減少傾向にあるというふうに認識しておりますので、ピークアウトしているものと考えます。下地康則君。はい、今、ピークアウトというふうな判断をしているということでございますけれども、宿泊施設の療養中の人数が275名というふうになっておりまして、宿泊療養施設は現在、何室準備されて、それが稼働しているのか、それを教えていただきたいということと、以前ですね、宿泊療養施設の室数をですね、1700室を確保するというようなお話もございましたんですけれども、現在の状況をお伺いしたいというふうに思います。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。現在、県では宿泊施設の確保数としまして、部屋の確保数としまして752室を確保しているところでございます。前にもご答弁申し上げた1400室というのは、全体で1400室を確保するだけの予算を確保しておりまして、それに向けて取り組んでいるというところでございます。下地康則君。はい、分かりました。次にですね、入院療養調整中やですね、自宅療養中のこの医療体制ですね、それをお聞きしたいというふうに思っています。休憩いたします。
長、休憩中です。はい。まあ、具体的に細かくそのお答えする必要はないんですけれども、どういう形で、どういうふうにして今その概要的なものをですね、答えていただければ結構だと思います。関連で再三します。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、9月23日現在の自宅療養中の数で申し上げますと、現在717名という状況でございます。ピークの時には、3000近い数があったと認識しておりまして、非常に厳しい状況がございました。ただ、自宅療養中の方々をしっかりと観察する必要がございますので、健康管理センターというのを県のコロナ本部の中に作りまして、日々の健康観察を行うとともに、それから訪問診療、それから訪問看護、在宅診療および訪問看護なども通しましてですね、自宅療養中の経過がちゃんと把握できるような体制を構築してきたところでございます。下地康則君。はい、まずですね、本当にこういう感染においてはその初期の段階といいますか、その段階をいかにして減らしていくか、それが非常に重要なことだと思います。で、現在そのピークアウトをしているという状況でありますけれども、そういったものをですね、しっかりと対応していただきたいというふうに思っております。次にですね、新型コロナ感染者の重症化を防ぐためにですね、抗体カクテル療法の自宅での投与が可能になっているというふうに聞いております。県内のですね、抗体カクテル療法の実施状況というものをですね、教えていただきたいというふうに思います。休憩いたします。再開いたします。下地康則君。今通告外の質問が多いというご指摘がありました。確かに
そういうこともあると思うんですけれども、今までですね、私の質問に答えられるような皆さん、いろいろな対応してきていただいたと思いますけれども、私の通告に沿ってですね、それでは質問をしていきたいというふうに思っております。ですね、まずはその、この緊急事態宣言ですね、緊急事態宣言が9月の30日まで延長されたということですけれども、これの行動制限の緩和の対策ですね、それをどのように検討しているのか、それを伺いたいと思います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、県では緊急事態宣言が長期化する中、緊急事態宣言の解除、および経済活動再開に向けた見通しというものを作成しまして、県民や関係団体と共有することで、より一層の感染対策をお願いしてきたところでございます。見通しの中では、新規陽性者数が200人から100人程度までを段階的解除期間としまして、緩和していくための議論を開始する目安としていたところでございます。今般の感染状況等を踏まえまして、まずは土日の大規模集客施設の休業要請を解除することを昨日決定したところでございます。なお、対策緩和等につきましては、感染状況のみならず、医療提供体制の負荷、それから変異株の動向など、さまざまな要素を考慮しまして、国との調整、専門家等の意見を踏まえた上で、方針を決定することとしております。島地康則君。はい、その緊急事態宣言の行動制限の緩和についてはですね、いろいろなその考え方があると思いますけれども、まずですね、その緩和をするためにはですね、今の状況をですね、感染状況をどのように抑えていくか、そういったことも大事だというふうに思っておりますので、その感染状況をですね、抑えるにあたり、その抗体カクテル療法ですね、そういったものが有効に機能するかというふうに思いますけれども、その抗体カクテル療法に関する皆様方の見解、またそれに対するそのこれからの方策をですね、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、抗体カクテル療法につきましては、軽症者向けの、初期の段階で、の治療として有効であるというふうなことでございますので、県としましても、抗体カクテル療法に用いられる中和抗体薬について、現在、県内の30の医療機関が国から配分を受けて、患者への投与が行われているところでございます。医療現場において活用が進んでいるという状況にございますけれども、また県の設置しております、一時待機ステーション、沖縄市の方でも22日から開始をさせていただいたところでございます。下地康則君。はい、この抗体カクテル療法につきましてはですね、発症から7日以内にですね、という時間制限の中で、投薬後に約1時間程度の経過観察が必要であるというふうにしておりますけれども、こういう条件をですね、クリアするためには、かなりの医療関係者の確保というものが問題になってくるのかなというふうに思いますけれども、そのあたりはどういうふうに捉えているんでしょうか。保健医療部長、大城玲子さん。はい、まずは診療、外来で診療を行っている医療機関において、適切にこの抗体カクテル療法が行えることが、まずは一番かなというふうに思っております。現在、先ほども申し上げましたとおり、県内の30の機関でそれが行われておりますので、そこも進んでいくことが重要であると考えます。ただ診療所を通ら、外来を通らないで、例えば自宅療養であったり、宿泊療養施設にいる方々について、このような療法が必要な場合もあるということもありまして、今回、沖縄市の入院待機ステーションのが少し落ち着いてきておりますので、そこで、まずは始めてみるということで、やっているところでございます。下地康則君。この抗体カクテル療法においてはですね、まずはその例えば自宅療養中であったりとか、
そういった方々にその処方といいますか、そのするような考え方というのはあるんでしょうか。保健医療部長、大城玲子さん。はい、まず投与の対象者としましては、先ほど議員からもありましたように、症状発症から7日以内というところと、それから酸素投与を要しない、重症化因子を有する、酸素投与を要しないけれども、重症化因子を有する方、それから、はい、というような対象者の選定をする必要がありますので、これはコロナ本部の医療コーディネーターとも協力しながらですね、どのような方をご案内するかというところを検討する必要があると考えております。島地康則君。それでは今現在のところ、その抗体カクテル療法というのは、その基幹病院などそういったところで実施をするというふうな考え方であるというふうに理解してよろしいでしょうか。保健医療部長、大城玲子さん。はい、まずは外来等のコロナを受け入れていただいている医療機関で適切にやっていただくというのは一番だと思っております。ただなかなかそこにご案内しにくいというような方々のためにも沖縄市に設置してます入院待機ステーションで、中和抗体薬の投与を開始しているところでございます。また施設等にいらっしゃる方々を自宅というような扱いでですね、そこで、自宅療養というような形で、投与ができないかということも調整させていただいているところです。島地康則君。その抗体カクテル療法というのは、ワクチンの接種率を上げるというふうなものと合わせてですね、このコロナを抑え込んでいくというには非常に有効な手段だというふうに思っておりますので、その抑え込むことによってですね、先ほど申し上げましたようなその行動制限を十分検討できるような段階に持っていけるのではないかなというふうに思っておりますので、そのあたりもしっかり対応していただきたいというふうに思っております。次にですね、ワクチンが接種できない12歳以下の子どもたちの感染対応でございますけれども、この、先ほど申し上げました、この抗体カクテル療法も、これ、12歳以下は対応できないと、適用できないというふうになっているようでございますけれども、そのあたり、12歳以下のそういった感染防止対策をお聞かせいただきたいというふうに思います。保健医療部長、大城玲子さん。はい、議員おっしゃいますとおり、投与対象者には12歳以上かつ体重40キロ以上というの制限がございますので、12歳以下の子どもたちをどうやって守っていくかという課題はございます。それから県内の状況としましては、デルタ株への置き換わりと高齢者へのワクチン接種の促進によりまして、感染の中心世代が10歳未満、または10代になりつつあるという状況もございます。県としましては、ワクチン接種のできない12歳未満の子どもたちの感染を防ぐには、12歳未満の子どもたちを持つご家庭の方に、まずはワクチン接種について積極的にご検討いただきたいということで、知事からもコメントを発して、発信を強めているところでございます。島地康則君。この12歳以下の感染問題ですけれども、その子どもたちもですね、持つ親の感染やですね、濃厚接触者となった場合の支援の対策、そういったものはどのようになっていますでしょうか。休憩いたします。再開いたします。保健医療部長、大城玲子さん。はい、12歳未満のお子さんをお持ちのご家庭については、先ほど申し上げましたとおり、ワクチンの接種を積極的に受けていただきたいという発信を県からしているということと、それから支援と申しましては、12歳未満の子を持つ親だけではなくですね、
自宅療養等になる方については、食料等の、お届けをしたり、あとは、宿泊療養所へのご案内、ただ小さなお子様がいらっしゃいますので、自宅療養となる場合が多いかもしれませんけど、その辺の生活周りの部分を市町村とも連携しながら強化していきたいと考えております。下地康則君。はい、この子どもたちの命を守る、また感染を防止するという意味ではですね、非常に大事なことだというふうに思っております。また実際その感染をされたそのご家庭、そういったところがですね、そういった食料支援とかですね、そういったものを非常に困窮している場合がありますので、そのあたりも非常に支援をしていただきたいというふうに思っております。さてですね、次に学校ですね、その学校に関しての、その感染防止関係ですけれども、オンラインなどで、学習の支援を行っております。で、運動会や修学旅行など学校行事の延期縮小、部活動の原則中止といった要請は引き続き維持をしながらですね、27日からは分散登校を原則通常登校に戻すというふうになっておりますけれども、今学校現場でですね、その感染対策、またその感染の状況はどのようになっているのかお聞かせいただきたいと思います。休憩とします。再開いたします。教育長、金城博正君。はい、お答えします。感染の状況、それと対策ということでございます。感染の状況としましては、デルタ株の置き換わりでですね、子どもたちにも感染が増えておりまして、参考までに、私どもでも持ってます、統計によりますと、これ学校からの報告になりますけど、令和3年の1月から8月までで、児童・生徒が3145人、感染しているというふうな状況がございます。で、教育委員会としましては、学校においてですね、これまで感染防止対策を徹底して、学校内の感染リスクを最大限に低減させ、学校運営を継続し、児童・生徒の学習に、努めてきているところでございます。また、併せて急激な感染拡大がございましたので、ここは関係の各課と連携を取りましてですね、学校内の感染拡大と学習保障の観点から、接触者に広く、PCR 検査を実施してですね、安心して学校が、運営できるようにというふうな、ことをやっております。おかげさまでの学校 PCR 検査が、開始されてから、学校内での感染の割合は減っています。ただ一方で、やはり家庭内感染が増えているという状況がございますので、しっかり体調が悪い生徒については、ご自宅で療養するというふうなところをですね、しっかり守りつつ、学習を保障して、また、ご自宅で、いる間はですね、オンラインをしっかりやっていくということですね。その辺は両方、しっかり丁寧にやりながらですね、情報提供させていただいたところです。以上でございます。下地康則君。次にですね、観光関連事業のホテル等の宿泊施設事業に対する運営資金の支援策についてでありますけれども、やはり今、この緊急事態宣言を含めたその長引く行動制限によってですね、その観光関係の業者、特にホテル関係ですね、非常に苦慮しております。それに関するですね、支援策をちょっとお伺いしたいというふうに思っております。商工労働部長、加賀昇君。はい、お答えいたします。県では昨年度、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を対象にしまして、3年間実施無利子、これは据え置き期間5年以内の新型コロナウイルス感染症対応資金を創設しまして、資金繰り支援をしてまいりました。今年度は運転資金に活用でき、
金融機関が伴走を支援する新型コロナウイルス感染症対応伴走型支援資金を創設しまして、さらに最大3年間実質無利子となる県独自の利子補給事業を実施しております。県としましては、引き続き円滑な資金繰りを支援しまして、観光関連事業者を含む中小企業者の事業の継続につなげていきたいというふうに考えております。山内康則君。はい、この支援策をですね、しっかり行っていただきたいと思っております。これはですね、やはりそのお客さんがやっぱり少ない、収入が少なくなるということはですね、従来、その運転資金やですね、施設資金、人件費など、固定費用がどん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 加算でいくと。でそれで、次のですね、その行動制限が解除されたときにですね、営業を続けていく、それまで、もう持たないというような声が非常に聞かれております。そういう意味では、しっかりとその支援対策をやっていただきたいというふうに思っております。はい、次に、農業水産行政について、ご質問していきたいと思います。まずはですね、沖縄県の農業振興の計画について、大まかな概要をお聞きしたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。農林水産部長、崎原盛光君。県では亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林水産業の振興を図るため、沖縄ブランドの確立と生産供給体制の強化、担い手の育成確保、生産基盤の整備、推進などに取り組んでいるところであります。これらの取り組みの成果としては、農業産出額や拠点産地数の増加、全国的にも有数の子牛供給産地となった肉用牛など、着実に今、現れつつある状況にあります。下地康則君。はい、ですね、農業生産額をですね、都道府県別に見ますと、沖縄県はその生産額が約1000億円。全国的に33位というふうになっております。で、お隣の鹿児島県はですね、5000億でございまして、全国2位。で、全国の1位は北海道、これが、桁違いといいますか、1兆2700億円、そういう農業生産額を、出しているんですけれども、沖縄の農業生産額のですね、約 16.3% がサトウキビ。でそれで 45.4% が畜産となっておりまして、この沖縄県の農業生産額の全体の 60% 以上もですね、この2つの品目が占めています。でそれによってですね、今、沖縄県 の, その農業生産額の金額も合わせてですね、その2つの狩猟品目も合わせて、これからどのようなその目標といいますか、進行計画を持っているのか、ちょっとお聞かせいただきたいというふうに思います。農林水産部長、崎原盛光君。目標のところをですね、これまでの指標の達成状況ということを聞かれて、ちょっと回答したいしておきたいんですが、農業産出額は平成23年の800億円から177億円増の977億円となっておりまして、この内訳で見ますと、サトウキビが152億円で平成23から54億円の増、肉用牛で239億円となっておりまして、23年から103円の増、ちなみに野菜かけりもありましてですね、野菜が26億円の増、花が2億円の増ということになっております。下地康則君。私はですね、その沖縄県における農業の特徴、それに合わせたそのサトウキビと畜産業が大きなウエイトを占めているというところでですね、それを生かした農業振興計画、そういったものをお聞きしたかったんです。それは今、いろいろな現状をご説明していただきましたんですけれども、これからのですね、農業のにおけるその課題といいますか、この大きな2つの柱の、それを伸ばしていくような課題というものをお聞かせいただけませんでしょうか。休憩いたします。
再開いたします。農林水産部長、崎原森光君。農林水産業は県民生活に必要不可欠な食料を安定生産、供給する機能を有するとともに、食品製造業などの関連産業を含めた地域経済や雇用の波及効果など、重要な役割を担っていると考えております。このため、新たな振興計画では、戦略的な販路拡大や輸出促進、独自産業化の推進や流通の合理化などの新たなバリューチェーンの構築、担い手の育成確保や DX の推進など、攻めの農林水産業による成長産業化を通じ、今、地域経済の活性化や農林業界の所得向上を実現してまいりたいというふうに考えております。下地康則君。はい、私もこれから農業に関することをしっかりと勉強していきたいというふうに思っておりまして、これはですね、私のその宮古地区においてもですね、その農業は第一産、基幹産業というふうになっておりますので、その中でも宮古はですね、その農耕地、耕地面積がですね、全体の県全体の約半分近くを占めているというエリアでございますので、しっかりとこのサトウキビも盛んであります。そういった意味ではやっぱりサトウキビ畜産業、それをどういうふうにして伸ばしていくか、それが一番非常に大きな課題でもあるし、またこれからの農業の振興に大きく変わってくるものというふうに思っておりますので、そのあたりをですね、しっかりと皆さん方も県の方でもですね、一緒になって振興策をですね、図っていただければなというふうに思っております。はい、次はですね、この農業のその農林水産物のですね、流通不利性解消事業についてであります。これまではですね、この当該事業においては、一括交付金で実施されていたというふうな状況でありますけれども、新たな沖縄振興計画ではですね、この不利性解消輸送費補助という形で、新規の補助制度を要求していく必要があるというふうに思っておりますけれども、この新たな振興計画の中では、その新しい補助がその設けられるかどうか、またそれをどういうふうにして、当局の皆様方は、その振興政策の、振興計画の中に入れようとしているのかですね、それをちょっとお聞きしたいというふうに思っております。農林水産部長、崎原森光君。県では新たな沖縄振興のための制度提言において、地理的不利性の解消に向けて、現行事業の発展的な承継を図り、引き続き輸送費コスト低減対策を推進するため、2つの制度を提言しておりまして、内閣府等ですね、国等との調整を進めているところであります。下地康則君。これはですね、従来の一括交付金という形ではなくてですね、もうしっかりと別立てで補助制度を作って、その輸送機補助のですね、その制度を確立させて、しっかりと沖縄のそのハンディをですね、克服していくようなそのものを作っていただきたいというふうに思っております。次にはですね、尖閣問題ですね。尖閣諸島にかかるですね、外国船操業等調査監視業務についてお伺いをしたいというふうに思っております。尖閣諸島周辺海域はですね、宮古島市や石垣市、与那国町などの漁師にとって良好な漁場であります。また我が国の領海における安全が確保されなければならない海域でもあります。当該監視業務は今や中国海警局の船舶による領海侵犯等により漁業の安全が確保できない状況に合わせて、台湾漁船などの操業状況及び漁場形成状況を調査監視することを目的として調査業務を伴った操業を行うための助成制度がこの制度であります。そこで令和4年度における当該助成制度の予算は確保がされているのかどうか、それをお聞きしたいと思います。
農林水産部長、崎原守光君。沖縄漁業危機につきては、国が予算措置しているため、まあ、県としては、当初予算で措置されているか理由については、まあ、ちょっとわからない状況ですが、沖縄漁業基金は、日大漁業取り組みの影響緩和を目的に設置されていることから、まあ、県としましても、当初予算で確実に、まあ、確保されるよう、まあ、水産団体等と連携して、国に対して要請を行いたいと思います。下地康則君。まあ、現場のですね、漁民の皆様方は、その調査監視業務ですね、それの予算が見えないというふうな形でですね、非常に不安がっております。そういう意味では、やはりその事業自体がですね、県とちょっと外郭団体というんですかね、離れた広域財団沖縄財団法人、沖縄漁業振興基金というところで、その予算が確保されているというふうな話になっておりますけれども、やはりですね、そういったものが漁師の皆様方、現場の皆様方にですね、この事業費がついているかどうか、またどういうふうな形で、またそのつく時期ですね、そういったものをしっかりと現場に情報を提供していただきたい、そういったことが非常に不安な要素になっておりますので、ぜひこれは県の、その農林水産部、しっかりとこの考えていただきたいというふうに思っております。はい、次にですね、下島空港についてでございますけれども、第3次下島利活用計画の募集内容について伺いたいというふうに思います。土木建築部長、島袋義明君。はい、お答えいたします。下島空港の周辺用地の利活用促進のために平成26年度から利活用事業に取り組んでいるところでございますけれども、今回第3期事業といたしまして、空港および航空関連ゾーン、そして観光リゾートコミュニティゾーンにおいて、民間事業者からの募集を幅広く行うところでございます。9月1日には沖縄県のホームページに募集要項を公開し、9月13日にウェブによる説明会を開催したところでございます。以上です。下地康則君。下島空港におきましてはですね、その第17エンドというようなエリアがございまして、ここのエリアはですね、管理用道路となっていて、これが一般通行が、一般車両が通行禁止になっています。しかし、このエリアはですね、宮古島の海が宮古ブルーと言われるような絶景ポイントでありまして、ぜひ、この管理用道路の一般車両の通行をなんとかできないのか、その検討をしていただきたいと思いますけれども、その内容、なぜそういうふうになって、通行止めになっているのか、それをお聞きしたいと思います。土木建築部長、島袋義明君。はい、お答えいたします。17エンドの管理用通路につきましては、空港建設の埋め立て当時に新竜灯火塔の空港建設の維持補修を目的として設置をしたものでございます。伊良部大橋が開通したことによりまして、平成27年1月以降、レンタカーや大型観光バスの通行がかなり増加をしております。そして、駐停車車両や見学者による交通混雑や、また空港の常習柵、フェンスにですね、衝突損壊事故が発生しております。それで交通安全及び空港の保安の管理上問題となったことから、現在、車両の乗り入れを制限している状況でございます。下地康則君。はい、最後の質問になりますけれども、地元の宮古地区のですね、伊良部高校の跡地利用についてですね、お伺いしたいというふうに思いますので、この跡地利用に関するいろいろな計画が県に持ち込まれていると思いますけれども、そのこれまでの跡地利用の計画の内容を教えていただきたいというふうに思います。教育長、金城博正君。はい、お答えします。伊良部高校の跡地およびまあ施設の利用、利活用につきましては、まあ、こういう財産の管理運営方針等に基づきまして、まあ、県の各部局、また宮古島市へ、跡地、それと施設の利用について紹介を行い、
まあ、該当がないというふうな回答をいただいたところでございます。まあ、現在、跡地の境界確定の準備を行っているところであり、まあ、今後、利活用に向けですね、まあ、関係部局とも連携しながら、まあ、計画的に取り組んでいきたいと思います。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。休憩いたします。